私がこの教室の室長、アシスタントの舞です。今回は NHK の大河ドラマどうする家康で瀬名の幼馴染とされているお田鶴を紹介するよ。関水渚さんが演じている女性だね。そうだね。二人とも母親が今川義元の妹と言われいとこ同士なんだ。お田鶴は1550年、天文19年、今川氏の家臣宇戸の長持ちの娘として生まれ、若くして同じく今川氏の家臣であり引間城主だった飯尾連達に嫁いだんだ。そして夫亡き後は女城主として引間城、後の浜松城を守り果敢に戦った女性だ。女で城主だなんてすごい人だったんだね。そうだね。その勇敢な姿から後の軍記物語などで女武者とか烈女と称されたんだ。お田鶴の人生に転機が訪れたのは1560年永禄3年のこと。桶狭間の戦いで今川氏の当主だった今川義元が織田信長に撃たれたことが原因だ。瀬名と同じだね。これを機に今川氏を取り巻く力関係が崩壊していったんだ。西では徳川家康が織田信長と手を組み、北では武田信玄が今川氏の領土を狙う状況になったのだ。今川義元の後を継いだ氏真に戦国乱世を生き抜くだけの器量は見込めず、今川氏の家臣がも今川氏に付き従うか他の勢力武田や織田に鞍替えするかという選択を迫られたんだ。お田鶴の夫である飯尾連達は今川義元の息子で後を継いだ今川氏真に従っていたが、実は徳川家康と内通していたと言われている。それが今川氏真に露見し、飯尾連達の居城引間城はおよそ3000の今川軍に攻撃されたんだ。で、お田鶴はどうなっちゃったの？激しい籠城戦の末、なんとか今川軍を撃退することができたんだ。ちょうどその時期、話はそれるが三河の国上の毛でもお田鶴の兄の宇戸の長照が徳川家康に攻撃されたんだ。家康が今川氏真に人質になっている瀬名と子供たちを取り返すために行った戦いだね。そうだね。当初この戦いは家康軍が堅牢な上の毛城を攻めあぐんでいたが、服部半蔵率いる忍びの者が野員に乗じて城に火を放ち懇願する中、家康軍が総攻撃をかけ宇戸の長照は討ち死にし、お田鶴にとって甥にあたる氏長と氏継が家康軍に捕らえられたんだ。そしてその子供たちと今川氏真に人質となっていた瀬名と二人の子供たちとの人質交換が行われたんだね。そうだね。甥っ子が無事なのは良かったけど、大切な兄を亡くしたお田鶴の気持ちを考えると辛いね。でもお田鶴の兄の宇戸の長照は今川方の武将として徳川家康と戦い、妹のお田鶴は今川方と戦って、誰と誰が味方で誰と誰が敵なのかよくわからないね。そうだね。宇戸の一族は兄の長照以外は家康に寝返っていたと言われている。ならお田鶴と家康は味方同士ってわけだね。確かにこの時は夫の飯尾連達が家康と内通していたと言われているから味方といえば味方だが、舞ちゃんの言う通りいつ誰が敵になるか全くわからない。現に数年後お田鶴は家康と戦うことになるのだから。で、そうなんだ。でもお田鶴にとって目下の敵は家康ではなく今川氏真だ。一度は撃退したものの、氏真は再び大軍を引間城に派遣した。軍を率いているのは朝比奈康殿、今川家臣団の中にあって猛将と言われている男だ。今川の軍勢に完全に包囲されてしまった引間城だが、朝比奈康殿たちの猛攻を耐え、前線籠城戦も長期にわたり両軍に疲労の色が濃くなってきたところで和睦が成立したんだ。まずはやれやれだね。しかし翌1565年永禄8年12月20日、今川氏真から駿府城に呼び出された飯尾連達は息子飯尾辰之助とわずかな側近を連れて途上し暴殺されてしまった。で、どういうこと？和睦したのは罠だったの？一説によると今川氏真が自分の娘と飯尾辰之助との婚姻を提示して城へ招き祝宴を催した後、飯尾連達らを切ったと伝えられているのだ。夫と息子を殺されてしまったお田鶴は目の前が真っ暗になってしまっただろうね。そうだね。でも悲しんでいる暇はなかったんだ。飯尾家の家臣が徳川派と武田派に分かれて争う状況の中、引間の城はわらわが預かりますると家督宣言をして、お田鶴は夫の後を継ぎ
引間城の城主となったのだ。女城主の誕生だね。そしてつてを使って武田信玄に心中を申し出たと言われている。徳川につかずに武田についちゃったんだね。そうだね。夫である辛辰が内通しているにもかかわらず今川に攻められて帰宮の際に救援に来なかったことや、兄長照を殺されたことで恨みを持っていたんだろうと思われる。きっとそうだね。そして生まれたばかりの嫡男飯尾義弘を抱えながら所領を切り盛りする激務をこなし続けた。そしてそんな日々が3年ほど続いた。1568年、永禄11年12月、三河の国を統一した徳川家康が引間城に攻めてきたんだ。で、どうして家康は攻めてきたの？それはね、今川氏真の領地を武田信玄と一緒に侵攻していたからなんだ。信玄の侵攻のスピードが速すぎてブズヌズしていたら全部武田に取られてしまうと思って家康も焦ったんだな。そうなんだ。でも家康はいきなり攻めるようなことはせずに使者を立て、お尋ねに対し帰順するように勧告したんだ。引間城を明け渡せば一族ともども面倒を見るという破格の条件まで提示した。しかし彼女は降伏を固辞したんだ。おたずはなぜ断ってしまったのかな。彼女のプライドが許さなかったみたいだな。女であろうとも武家に生まれたからにはおめおめと会場するのは自らの意思ではないとはっきり使者に伝えたそうだ。そうなんだ。なんだか辛いね。使者の報告を受けた家康はおたずの悲壮な覚悟を憐れんだそうだ。とはいえここで引き下がるわけにはいかない。徳川家康は家臣の酒井忠次と石川数正を先方に引間城を攻め立てた。おたずは赤い鎧と兜を身につけ何型を振るって応戦。一昼夜にわたって徳川方の兵は300人がおたず率いる引間城の兵も200人余りが討ち死にする激しい攻防が繰り広げられた。しかし夜が明けると圧倒的優勢な徳川方に押され続け、残った者はこれだけかとおたずの周りには侍女17名が控えるばかりになってしまった。そして衆従18名で最後の突撃を敢行。全員一丸となって玉砕してしまった。うわ、それって悲しすぎるよ。そうだね。だから家康も最後まで果敢に戦ったおたずを称賛し敵ながら手厚く埋葬したと伝えられている。そしておたずが討ち死にしたと知ったいとこの瀬名こと築山殿はおたずと侍女たちが埋葬された塚の周りに100本を超える椿を植えたんだ。そして椿は毎年綺麗な花を咲かせたためおたずは後世椿姫とも呼ばれるようになったんだ。今川氏の一族のお嬢様に生まれたばかりに武家の娘として死ななければならなかったなんてかわいそうな人生だね。このシリーズでは日本の歴史に大きな影響を与えた出来事や人物について優しくわかりやすく伝えていきます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。